こんな企画をご用意しました、題して、はい、真昼時のステラコメンタリー。拷問ですよ何をおっしゃりますか、はい、ということで自分のパソコンで、見ると、おすすめ関連動画に出てくるのが嫌だという梅ちゃんのために、番組側が PC を用意しまして、今スタジオにあります、なので、ここで、昼時のステラの MV を、見ていただきながら、梅ちゃんにコメンタリーをしていただきたいなと思います。いやだからまあ皆さんもね、そのPC が見れる環境とかだったら一緒に見れたらいいですよっていうことで、そう、再生ボタン一緒に押して、はい、準備してください。梅原さんの、コメンタリーをね、聞きながら楽しんでほしいですね西山幸太郎って検索したら出てくる出てくる。いやでもリスナーの人はもうみんなね、自分ね、お気に入りとかにしてるでしょ、もちろん。あ、もう検索しなくても。そうだよ、出てくるよ。ファンじゃねえやつもいるか。やつっていうな。やつっていうな。だから見たことないっていう方もぜひね、これを機会に見てもらえたらなと思いますんで。ね、いやー、これドキドキですね。梅原さんがどんな風に、コメンタリー。マジで初見ですよ、これ。マジで初見ですね。さっきちょっと流してたら、なんか閉じましたよね、PC を。いやいや、今もうちゃんと00秒のところにあってるからね。それじゃあ。低評価110って言ってますから。やめろ。高評価も言っといた方がいいです。2.3万。あ、すごい。切りすぎのすごいですね。先に低評価言うのやめなよ。そこはいいか。低評価110でございますね。低評価って。放送の時はね、放送時点では放送時点でね。放送というか収録時点で110。いや、減ることないんだよ。低評価。減ること、これから増える一方だから。放送の間にどんぐらい増えるからね。見たことない人が見てみてね。